まずは第22節のファーストゲーム、茨城ロボッツのスターティングオーダーがコールされています。少し悪い流れになりかけているところ、断ち切りたいところですが、しっかりディフェンス、茨城ボールを奪った、素早いパス回しからダンク決まった、トラストリーニー、砂石も山には外から打つ力もあります。ハート中に入ってくる、強引に行った、決めてきました。なかなか得点が動きません。この第2クォーターです。ここまで第2クォーターの得点はトラソリーニのフリースロー1点のみですが、ここで来ました、18点から得点が動いていない。ここはなんとかポイント取りたい。外に入った9番の野里、無理な体勢でシュートを打たされました。鶴巻です。福澤外から狙う、来ました、2本目、しかしここはブロックだ。さあここはボールの釣り早くなっている下山のスリー、決めてきた、今日3本目です。いいタッチで決めてきています。ボールを奪って下山、チェックがないのを見て思い切って打っていきました。タプスコットにボールが渡る、外から福澤、決めました、3本目。ホテラも外でボールをキープ、まだここは外でボールを回す。茨城福澤が中に入ってきた、決めてきました。13点のビハインドをどのようにして返していくか。サンチェス中に入る、ハートがここは外から狙ってきた、野里がボールが手につかない、速攻だ、中村からトラソリーニ、決めてきました。そしてボールを奪ってから中村からのパスは、なんとか反撃の糸口をつかみたいところですが、このシュートも落ちる。タプスコットがボールを運ぶ、鶴巻です、決めてきました、23点、大きく広がりました。ここは入ってこれるか、外に出した、マニワがフェイクを入れてスリーポイント、決めてきました、マニワ上昇。サンチェスです、サンチェスが入ってくるが、このミドルレンジからのシュートは決まりました。最後のシュート青森になるか、落ちました、しかしこれはリーデムンド駒沢キープ、シュートを打つが外れます。試合が終わりました。